今回は、日本で7000ドル、約76万円相当の荷物が入ったバッグを、とある場所に置き忘れたにもかかわらず、そのままの状態で手元に戻ってきたという外国人の体験談をご紹介します。記事の投稿者さんは、仕事で日本を訪れた際に、間違った新幹線に乗車していることに途中で気づきました。慌ててその場から動いてしまったために、カメラなどの高級機材が入ったバッグを紛失してしまいます。しかし、物語にはハッピーエンドが待っていた、と投稿者さん。紛失後は、なんと、翌日までに駅員さんが投稿者さんの荷物を探し出し、都合のいい駅まで荷物を届けてくれたそうです。この日本での経験は、多くの人にとっては信じられない類のものであり、日本人の親切心に投稿者さん自身も驚愕したことが伝えられています。この記事を読んだ外国の方たちからは、忘れ物が盗まれなかったことに対して様々なコメントが寄せられました。それでは反応をご覧ください。